はい、どうも、シチューティービーのおもちゃです。ブラックです。ということで、今回はですね、ウィニングイレブン2019アプリやっていきたいと思うんですけども、選手紹介ということで、ウィニングイレブン2020で考案が爆上がりする選手ですね。ということで、こちらの選手になります。もう見えてますね。CMF のですね、エクトル・エレーラということで、今、2019で所属チームが FC ポルトなんですけど、はい、2020でアトレティコ・マドリードに移籍して活躍してるみたいな感じのね。考案がものすごいあって、今は考案5なんだね。5なんですけど、これがなんと8になるんですよ。いやー、ウィニングゲーム2020で、まあ、普通にね、31レベル以上にすると、マックスで、はい、交換されるっていうのがありますけど、後半8とかの選手はもうそれだけでね、もうライブアップデートとか関係なしに後半8っていうのは貴重なんで、うん、そうですね、もう早めにこういった選手っていうのを確保しておいた方がいいんじゃないかなと、はい、もうギリギリのタイミングだと思うんですけど、そうですね、もう今これは2019のエクトル・エレーラのレベルマックス時の能力値ということで、まあ、スタミナがあって、オーディオ TV の方もですね、結構ライブアップデートがいい時はこのエクトル・エレーラかなり使ってて、うん、っていうのも CMF でですね、2列目からの飛び出しなんですよ、うん、だからこの飛び出してくる感じがすごい良くて、いや攻撃しやすくなるんです。そうで、この選手で実際にね、大会とかで活躍してる映像もあるんで見てほしいんですけど、はい、エクトル・エレーラこちらですね、ウィニングレベル2020、まあ、PESDB の方から見ていきたいんですけど、つまり来作のレベルマックス、はい、もうスタミナの部分がね94、要は今92だったんですけど2上がってたりとか、うん、全体的に212121みたいな感じで上がっていく。で、スキルはまあもちろん、コントロールカーブとドロップシュートバックスピンで、インターセプトキャプテンシー逃走シーンなんですけど、もう考案の部分が8でね、ここがまずでかい。いや、後半8はやばいよな。そう、これがでかいですし、2020を今マイクラブやっててもですね、中盤の選手って結構そのライブアップデートが良くない場合があるんですよ。そうだね、なんかこの選手足りないなっていう、そこのポイント欲しいんだけど、なんかいい調子いい選手がいないっていうのはありますね。場合があるんで、能力的に見るといや、そんなんじゃないのって思うかもしれないんですけど、これがね、意外と大事で、やっぱコンディション安定度8の選手を持ってくると C でも使えるんで、これはね、ぜひレベル31にしといた方がいいよっていう。しかも、まあ、今のうちにそういうのを整えておけば、ライブアップというか反映されない C の選手が生まれるんで、ね、はい、エレーラが要は D とかでも C で使うことができるんで、これがね、めちゃめちゃいい。でかいね、2020からそれがあるからね、まあ、今回だと、まあ、OMF で置いてるのかな。そう、一応サントスのポジションで、まあ、CMF として、あ、 OMF の場所を CMF にしてるっていう感じで使ってます。まあね、この8で新しく、しかもまあ20になっても金、20になっても金です。いや、非常に使いやすそう。そう、本当にいいです。さあ、ここベルダーですね。もう特にやっぱりその CMM で2列目からの飛び出しもそんなにない。要は言えば2020カイファメルスとか、うん、リンコルサビッチとかいるんですけど、このエレーラはでもね、数少ないですね。数少ないんですよ。2列目からの飛び出しの数はかなり少ない。少ないし、あとね、やっぱハフェルスとかと違うのはね、ボールダッシュとかディフェンスセンスでね、エレーラが多分結構抜きに出て高いんで、2列目飛び出し、ちょっと守備的な感じ。そう、ティアゴアルカンタラとかも2列目飛び出したと思うんだけど、エレーラがね、一番高いんじゃないかっていうぐらい2列目の中ではボールダッシュとディフェンスセンスがあるんで、飛び出してって、まあ、出てこなくても前から守備、ここら辺もね、飛び出てきますよ。いや、前から守備多いんだったらね、ここも出てくるんですよね。ちょっとパスがね、ノ、うん、ーアップのパスがストレートにいかなかったけど、あそこも出てくるだけで本当に怖い感じになるんで、かなり脅威ですよね、うん、やっててすごいいいなっていうところでさ、ベルナー、ここ、エレーラ、ムバッペ、さあ、ここゾブニーから奥、ここベルナー、流してここは入ってもね、ここ惜しいところですけどね、ここ下げて下げてというところ、守備もね、まあ、そのまた94ぐらいで、そうスタミナがあるんで、スタミナ基準でかい、ね、下げてもいいのかもしれない。そうそうそう、ここもこれ、ここ細かいところ、いいね、リーズマン、ミッシャルリソン、ナイス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 、ここマナラス、さあ当ててゾブリン、エレーラ、一回ここワンツー入れてないからね、ワンツー入れたけど後ろなり上がってくる。さあ、ここ速攻、ゾブニン上がってきてますね。ゾブニン、あっとムバッペ、ベルナ、エレーラからよいしょ、ベルナですね。まあ、やっぱああやってそのサポートにね、うん、来てくれるんで、パスの確保とかも結構いいですし、ありますね。ウィニングレベル2020だと2列目からの飛び出しって結構強いプレースタイルになっているので、スキースタイルで強いね、今ね、本当に、まあ、アプリでもね、おそらく弱くはないと思うんで、うん、持っておくっていうのはマジでいいんじゃないかなっていう。そう、ここ細かく使えない、ね、これね、リバラドッスンみたいな、これしょうがない、ほんとドッスンドッスンで、なんかキャラクター、マリオ、そうなんだ
なんかのキャラクターだとやっぱり今のみたいなのはぶっちゃけしょうがないかなっていうところですね、うん、相手方のポテンシャルが高かったので、エレイラはああいう感じでフライパスも出せるし自分も前に出ていったり決定力はでもそんなないそんなに高くないですね。ただベラボーになるわけでもない、カンテとかみたいな、うん、だからそこがまあ、だから FP できたら、はい、FP のエクトメレーラーが PSO で来てたんだよね、1回ポイント。なるほど。1回だけしか登録しなかったんだけど、それ俺ずっと使ってて PSO で。あ、なるほど。っていうのも本当に2列目の飛び出しが結構良くて、本当にあの、貴重なんですよね。で、コマ8じゃん。うん、やっぱりエレーラーね、2020でゲットしても D になっちゃ使えないですけど、今から30ですけど、D の時も C で出てくるんで、絶対。いやもう C、コマ8だったら C で嬉しいから、ね、そう、C で嬉しいから、ね、あとレジェンドがまあ大体そうじゃん。そうそう、ここ抜け出したエレーラ、これね、ここも今のもめちゃめちゃ抜け出してたんで、うん、出てくればチャンスなんですけど、ちょっとこの前に、ね、省かれたね。そう、惜しいとこなんですよね、すごい。さあ、ここアラン、ムガって、持ってきて、ここら辺ももう積極的にゴール前にいる。打ちたい、うん、やっと。ここはね、もうしっかり守られていくというところなんですけど、あそこをね、多分走ってくると相手の方はね、今カーソルを当ててね、裏ケアしないといけないみたいな感じになると、なるほど、こうその前のスペースが空いて違う選手が走ってきたりっていうのもあるんで、まあ、グリーズマンとかもね、2020で2列目に取る人になるけど、うん、エレーラの場合は CMM でも2列目なんで、使える多分範囲がいるんだなっていうか、ちょっと使い方がまた違ってくる、そう、してますけどさ、ここチャロフ当てて、この選手の2020すごいぞ、よいよいしょ、いやーっと、ハズルが。あれ決めてほしかったなぁ、外すんかいというところですけど、うん、さあここおっとということでね、まあ、1試合目2対1と、はい、こういった感じで、まあちょっとパスはね最後出なかったんですけど、うん、レイラがああいう感じで抜けてくるっていうのは多分イメージできたと思うので、まあ、続いてね2試合目も見ていければなと思います。まあサントスで使ってるんだけど、ぶっちゃけサントスじゃなくても、うん、まあ、例えばこういうバルベルデの CMF とかでも全然あるだし、 CMF とかの選手は基本だから、そのどのフォーメーションでもCMF は大体入ってくるんで、入りますね、ないポジション多分ないと思うんで、うん、CMF はここら辺の層を厚くしておくっていうのは、そうそうそう、結構アップで前に大切なことなのかな。だからそのどっちの選手を育てようかなってなった時に、はい、どっちの選手をレベル31にしようかなってなった時に、最優先はやっぱ CMF の感じがしますね。やっぱここはなくなっちゃう、ね、PSO とかで PSO は1から選手を取らなきゃいけないんで、特にそうなんですけど、どこの選手がねいつもね、まあ、こう切れるっていうかというと、CMF 中盤だよね、中盤系の選手がやっぱりちょっとなんか、うん、どうしようかなこの選手っていうのになっちゃうんで、中盤取っといた方がいいですね。ちょっとこの試合ねラグいんですけど、うん、まあしょうがないですね、こういうのもあるよということで、おっとおっとね、ここをおっしゃっていくと、まあ、ちょっとねさすがにこのラグイので決められちゃうのはしょうがないって割り切るしかないんでね、まあ、最初の攻撃の部分で結構もう楽かったんで、まあ、なるべくそこを引きずらないようにしていくっていうのも、ね、割り切るしかない、まあ、こういう時はチーシングとか、そうそうそう、持ってる選手反応がねちょっと速くなるんで、まあ、あとは簡単にプレイするのもできるかなっていう感じしますけど、さあベルナーここをえぐってナインボラン、ムバッペ、ムバッペシュート、エレーラー、あーこういうのあります、決定力が出てる、こういう決定力が若干ないんで、まあ、こういうのはあるんですけど、まあ、でもね、やっぱり全体的に強化されてるんで、間違いなく2020で多分俺は使おうかなって、うん、まあ、この C で使ってると思うんだ、なるほど、アーロンはうるさか、ここナインゴラン、いやエレーラーここも打てないと、カウンターがめちゃめちゃ怖いですね、うん、そうですね、ここも下げるしかないんですが、ここデパイでメッシ、あれは3トップでね、うん、CMM にメッシとか置いてるんで、火力があるタイプ、そう火力タイプですよ。さあここエレーラが待って、ここエレーラなんですよね、うん、ここを走ってくるんですよね、でここシュート決めてたというところで、はい、ああやって多分高い位置が上がってくるんで、これよりね今 OMM のところで CMS 使ってるけど、もっと下がってる時もうもっと上がってくるんで、なるほど、まあ、攻撃にすごい厚みが出るのかなっていうふうにはね、やっぱ思うので、ボックスティックスとねまた違うんですよね、2列目からの飛び出しの CMF って、うん、ここはまあ、 あのワンツー上げてますけど、さあ、エレーラ抜けてきて、つけてエレーラもう一個ここ抜けてきて、うん、結構速いな、そう結構意外と足も速いさあここムバッペ、うん、やっとナバスですね、ナイスキーですね、まああれねもう一個なんか作ってもいいんですけど、うん、もうこれちょっとラグい感じの試合はこうナイスですね、うん、カットとかも結構前線で
さあということで1対1です。だからラグビーの場合はね、結構マルチとプレッシャーがいいのかなっていうのが ね、やっぱありますね。まあ、これもね、なんか 5G とか、はいはい、そういうの来たらもっと環境良くなるのかなって思ったりするけど、うん、なんかよくよく考えてみれば、あの世界の人とウィーアップって結構当たる。すごいよね、そんなことないよね。だからなんかまあ関係ないわと思ったね。そうだね。その日本の人だったらね、その日本の環境みたいなのが良くなると思うけど。ムバッペ、シューキャンかな。だって普通に考えてるのがあのアラビア語が入ってさ、いますよ。そう、まあ、絶対だってあれ中東の人だもん、ね、ロリポリにいますね、うん、だから深夜帯とかね、やるとね、そういう人と当たるんでね。でもさ、これさ、ウィングウェブのアプリだけだよ、ね、PS はそうないじゃん。ちゃんとサーバーとか PS はないさすがに、ね、分かれてるんですけど、アプリもだからそれがね、もしみんなの国が通信環境と思ったらみんなハッピーになる。みんなハッピーなんだよね。まあ、これはまあちょっとしょうがない部分でもね、うん、あるんでね、これからの技術に来てる。そう、まあここでね、ラグインですけど、まあ、相手の方が通信が切れていくということで、うん、まあ、勝ちになったんですけどね、まあ、本当に今、もう少しで、アップデート来ますけど、うん、この選手は多分しといて損はないと思います。そうですね、本当にあのレベル31にしとけば8でライザク使えるんで、あの向こうの方でライブアップデートが LA だか D とかでも C で使えるみたいな感じになるんで、ぜひぜひね、あの、まあ、CMF2 列目貴重なんでね、今持ってて31にしてないとか、うん、そう、そういう人はですね、ほんとぜひ31レベル以上にして、なんか20で止めてますとかだったら、うん、しても全然いいと思う。取ったばっかりとかの選手ですね、今ちょっとツアーやって、うん、育てるっていうのは全然ある、まあ、トレーナーもらえるんでね、ぜひ参考にね、していただければいいかなと思います。この動画が良ければぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。多少、さら、ボー。